こんにちは。表参道にてバストアップサロンをしておりますリムネセラピストのコッキーヤです。今日は、ボディのみちこと一緒にお届けしたいと思います。今日はね、みちこ、今日何をやるんだっけ。体が分からない。その持ち方だよ。ダメじゃん、全然できてないじゃん。加えちゃって、もうちょっと練習してから動画撮ろうかなって思うと、多分一生動画撮れなくなっちゃうので、このまま行きたいと思います。荷物をなんで正しく持ってほしいのかっていうと、荷物の持ち方一つでね、体の凝り具合、疲れ具合っていうのが全然違います。正しい荷物の持ち方を覚えて、凝らないで残念おっぱいになってしまわないように、その正しい荷物の持ち方を今日は伝授していきたいと思います。で、どの荷物であっても、ここの胸周りに荷物が来ると体に負担がなく持つことができますので、ちょっと実際にいろいろなバッグを持って、試してみたいと思います。まずはこんな感じのカバン。何バッグっていうんですか。ショルダーバッグ。あとはリュックサックも一緒です。さっき言ったように胸周りに荷物が来るのであれば、ちょっとこうやってだるんとやってる方がおしゃれかもしれないんですけれども、体にとってはこの位置、リュックもそうですね、この位置にしてあげる方が負担が少ないです。あとはこういうかけるなんかポーチみたいなやつだと、これも荷物が重たくって下の方でデロンデロンしていると体の負担になりますので、これも極力胸近くになるように短めにして体にピタッと沿うようにしてあげるのが丸です。あとこういうような手で持つタイプのバッグなんですけれども、体、胸から荷物が離れていくと負担になります。結構これだと重たいなって思うのは、カバンの重さとあと腕の重さ両方とも負荷がかかっているので重たく感じるので、一つはまずこの腕の重さをなくします。胸のところ、まあ、体の横ですねに肘をつけてあげることでバッグだけの重さになりますので、脇は上げないでしっかり閉じて持つっていうのが正解です。それからあとは肩からかけるタイプですね。で、肩からかけるタイプのものは、腕というのがこの鎖骨から腕になっているので、ここから持っているような感覚で荷物を持つと安定しやすいです。腕ってなんとなくイメージ、皆さんここの肩から下、こっちが腕っていうような感覚になるので、それで持つとちょっと負担になるので、ここから腕が始まっていると思ってかけてあげると負担がなく持てますので、ぜひとも試してみてください。